今日は115ページについてお話しします。ここでは生まれつきだからこの性格を直せないということはないですよということが書いてあります。でも実際にはほとんどの人はなかなか自分の性格に気がついていないんですよね。あなたは直したい性格ってありますか？普通の人はこういうふうに質問されるとまずうーんって言います。つまり直すべき性格をすぐに思いつかないわけですね。じゃあそれだけ自分に満足しているのかというとそうでもないと思います。本当は直したいところはたくさんあるはずなんですが自分で認識しないんですよね。それはあまりにも当たり前でその性格しかやったことがないからなんです。でも時々あなたは気がつくことがあると思いますよ。例えばお姑さんが家に来るとなった時あなたはどう感じますか？わあ、掃除しなくちゃとか思いませんか？つまりあなたは日々掃除のやり残しがあるわけですよね。もしかしたらキッチンの中が汚いとか網戸が汚いとかそういうところをそのままにしてそして本当はやらなくちゃいけないなと思いながらもやらない、つまり先延ばしだとか取り掛かりが遅いとかそういう欠点があるわけですよね。でそれはそれで直そうと思わなければ全く問題ないんですけれどもお姑さんが来るとなると責められる気がするから慌てるわけですよね。ということはそれは実は自分が責めているっていうことなんです。もし自分が責めていない人は多少汚れていても全然気にならなくてお姑さんが来るからといってそんなに慌てないですよね。もちろんきれいにしてお迎えしたいというのであればそれはお掃除をするでしょうが、それは責められるから困るっていうことではないと思うんです。つまりこういうようなシーンであなたは自分の変えたい性格がわかるということなんです。ですから先延ばしをやめようというふうにここで気がついたとします。そしてこれをやめるにはやはり誘導瞑想のようなやり方が必要なんですね。今まであなたは誘導瞑想で自分の性格が変わるということを知らなかったと思うんです。この今まで知らなかったっていうことがなかなかこれからはちゃんと分かっているに切り替わらないんですよ。今までできなかったんだから今このやり方を聞いてもやっぱりできないというふうに思う癖がみんなあるんです。これをやめてくださいね。今までは知らなかった、これをしっかり頭に叩き込んで今修正の仕方を知っているのだからこれからはちゃんと性格を変えられる、でここで止めるんです。でもはやめましょうね。そうやってまず自分の変えるべき性格に気づき、そしてそれを変える方法があると知り、そして実行するんです。そうするとあなたは自分の性格をちゃんと変えられるんですよ。ではまた次回。